クスクスクス見つけたバカエリカ何やってんだ、ここは教室だぞ。今朝だって無垢な赤子のように甘える私をあんなにも可愛がってくれたじゃない。草薙さん、マリアさん。ランドソルにある診療所ですから安心してください。はい。クスクスクス、お行儀の悪い患者さんです。クス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 。お兄ちゃん、もう12時近いよ。待て待て待て、俺はお父さん。私の知らない匂いがする。はあ、女ね。女なんでしょう。もしもお兄ちゃんが揺らぎ以外のものになるんだったら、そんなお兄ちゃんいらない。あ、おはよう。ごめんね、西村君。茜、さっきまでは機嫌良かったんだけど。あ、平気平気、いつものことだし。ここなら誰も来ないし、どれだけ激しく愛し合っても外に音は響かないから。安心してたかし、私が治療してあげる。あなたの痛みを私の痛みで全部塗りつぶしてあげる。とにかくこれで勝負ができますね。なぜ私のものを取り合うのに私抜きで話が進んでるんです。水室に用事が。ちょっとおい、カルキ臭い水道水ってある意味オツだよね。逃げんなよ。あ、普通に逃げろよ。なんで正座してんだ。なんか俺怒らせるようなことしましたか。大丈夫、すぐに済むから。理由は分かりませんけど、とにかくごめんなさい。ハイキー君、チョコよ。ありがとうございます、チョコ。なんですかその圧力。じゃあね、キー君、良いブラッディバレンタインを。なんですかその捨て台詞。いやー、私ずっと憧れてたんです。サインください。色紙とマジックはあるかい。さあ並んで並んで、一人ずつキスしてあげよう。キスしてくれるって本当ですか。あ、この女はやばい。ダメダーリン、部活頑張ってくれよ。いくら文芸部に可愛い女子が多いからって浮気したらダメだぞ。はい、じゃあまた明日夜メールするからな。ダメよ、たかしだけは渡せないわ。だってたかしはそんな私を望んでたんでしょ。待って、たかし。チョコケーキはどうだ。ケーキ入刀か、ケーキ入刀するか。え、おーい、あれはヤンデレフラグ。なんだソータ、そんなに私とケーキ入刀したいのか。仕方のないやつだな。あったとか教えてくれたっていいじゃない。さあ答えなさい。二人は恋人同士なの。本当にキスだけ。失礼。ハルトラと話があるんだ。白雪。金ちゃん、私明日から恐山に合宿で、金ちゃんのご飯しばらく作ってあげられないから。中に誰かいるの。金ちゃん
私に何か隠してることない？ない、ない、ない、ない。そう、よかった。じゃあ私帰るね。その怪我どうしたの？この人たちに撃たれたんですよ。聖司君に怪我させたんだ。それがどう？聖司君を傷つけてもいいのは私だけなの。そんな動画じゃない。荒れてる。アンナ、何やってんの？こんな人たちと一緒にいるとキモくなるよ。マリちゃんは俺にチョコくれていいよ。あんたみたいなキモい野郎にチョコあげるわけないじゃん。あとマリちゃんとか呼ぶなキモいから。どうしてこうなった？だけどタヌキチはアンナのことが好きだったんでしょ？そんなの先輩を怪我して。見つけましたわ。なんだかお二人はとても仲がよろしいんですのね。それはね、アンナ、大熊くん、アンナに嫌われてるんじゃないかって悩んでて相談を受けていたのよ。ごめんなさい、つい手が動いてしまいましたの。愛ゆえに。クスクスクス、さあ召し上がれ。クスクスクス、隠し味は私の。あ、い、ちょ、は？はずじゃなかったのに、本当。髪が、ない。あの、これ。出てけよ！どうやって、なんで僕の布団に？これはですね、アンナ先輩、こっちの学校を見学に来てる僕の妹のコスリです。安心しました。お兄ちゃんの隣、やっぱり安心するっす。奥間くんの妹さんに向かっては死んでます。アンナ先輩。あ、ごめんなさい。どれどれ、この感触は。まずはここから覚えるといいよ。伊織くんと千紗ちゃんがお付き合いしてるって話。伊織はつくづく墓穴を掘るのが好きだね。伊織くん。ハッグ。私ってば、友達もいない大食いの怪力女なんだ。いや待て、自分は大食い怪力女とは。やっぱり言ってたんだ。あのね、この前の日曜日なんだけど、朝お兄ちゃんに電話がかかってきたじゃない？ただのクラスメートだよ。ただの？でさ、お兄ちゃん。何？あいつ最近勉強熱心だな。いきなりフォローできないものが。異常ない物的証拠ね。ダメじゃないですか、ヨシイ君。このブラ、ヨシイ君にはサイズが合ってませんよ。早くお姉様と。お姉様。いや。今のは失礼だ。おい、戦場ヶ原。勉強もせずにこんなところをフラフラしているような男のことを虫が。G3 人、いえ5人かしら。何がですか？本日荒々木君。